塚次郎は、日本の社会企業家教育者技術者。財団法人社会スポーツセンター顧問。特定非営利活動法人日本、水中科学協会を、設立代表理事。東京府東京市日本橋区出身。1959年3月、東京水産大学造食学科卒業。水産生物の生態潜水調査専攻2010年。 特定非営利活動法人日本水中科学協会を設立し代表理事に就任。現在に至る。また現在は全日本潜水連盟理事長、財団法人社会、スポーツセンター常務理事株式会社、菅マリンメカニック代表取締役株式会社テル代表取締役を退任している。生まれは東京日本橋浜町。 成果は1945年3月10日の東京大空襲で家は焼けてなくなり、世田谷区の沢に住むことになる。過保護に育てられた幼少期は小児全息を患い、小学校に入る前、神奈川県葉山に天地療養をする巨弱児だった。そのために小さい頃から本を愛し、小学校2年生で宮本武蔵を読む。宮本武蔵に憧れ修行に憧れ。 この頃から川で遊ぶようになる。溺れながらも運よく、浅瀬にたどり着き、水の流れや渦を読むことを覚え、やがて泳げるようになった頃、小に全速はほぼ完治する。死ぬか生きるか以外、多少のことは我慢することを覚えた。その後、双子玉川の兵庫島で泳ぐようになる。子供心に生き延びるバランス感覚を覚える。東京に戻り、 東京学芸大学附属小学校に編入する。敷地内にある大学のプールで水泳に熱中し、水平に25メートル潜水ができるようになる。チャンバラや空気銃で遊び、映画が好きで特に西部劇が好きだった少年期に幸運でないと生き残れないと映画から学ぶ。将来何になりたいかと聞かれると幸運児になりたいと答える。学芸大学附属中等科で出会った。 担任の、君の目はフロンティアを見ているようだねという言葉が、その後の生涯を決め、自身のフロンティアは海だと思うようになる。水泳部がないことから、中学から高校時代はバスケットボールに明け暮れる毎日を送る。バスケットボールは、心肺機能に負荷がかかり、敏床性とバランス感覚が必要なスポーツで、ダイビングのために必要な能力を蓄えるには、最適なスポーツだった。 高校は進む学校である都立富山高校に入学。海で生活することができる研究者になり、潜って魚をつき、南のヤシの葉陰で研究をしよう。海洋生物学者のユジニクラークのように生きたい。という思いから海を学べる東京水産大学に1955年4月入学。大学の水産生物研究会クラブにて活動を始める。その後、 森で魚をついて調べる方法を学ぶ。大学1年生の水泳実習にて、初めてアクアライニングに出会い、海に潜る、スポーツマン、科学者の中の一人になり、できれば先導者になりたいと決意を固める。大学卒業後は、当は潜水機に勤務、潜水の専門家を目指す。1985年10月1日、すかしおみの水中レポート番組2010年3月。 設立。1967年に発足した日本、潜水会のメンバーを中核として、水中活動分野の有志を集め特定、非営利法人として活動。水中調査活動のみでなく、すべての水中活動の安全と充実のために必須で、ある基準とマニュアルの策定を目指して、日本財団の協力を得て、シンポジウムを船の科学館で開催し、257名の 参加者を得てスタートした。1993年からスカジローが日本潜水会というクラブ名で個人的に行っている練習会がある。練習会場は東京辰ツ国際水泳場ダイビングプールが主でサブプールで行うこともある。毎年浦安市の屋内多目的プールでスノーケリングの練習を行っている。2015年度は 5月19日から7月14日に前期の講習を行った。前期と後期の2回に分けて開催。稼働式床で水深3メートルまで深くなる。19時から21時の2時間の講習を全4回計8時間のスノーケリング練習。3メートルまで潜るスキンダイビングをスノーケリングとして講習を続ける。参加条件は 必ず両親のいずれかが参加し、バディ参加と決めている。この講習では、バディシステムを徹底的に教えている。ただ一緒にいるのではなく、親は子供を一瞬たりとも手元から離してはいけないと指導し、いつでも子供に手を差し伸べられるよう、子供はいつでも親に捕まることができる状態で練習を行う。2000年に結成された、浦安市の屋内多目的プールを、 ホームプールとしている市民スポーツグループ。市民対象のスノーケリング講習会を行い、その後参加者がこれを続行しようと結成した。15年継続しているうちに60歳以上のメンバーが多くなる。時には東京辰巳国際水泳場の5メートルダイビングプールを使用することもある。会員の中から任期1年の会長、副会長、会計、 障害の役員がクラブを運営している。年に一度、夏季にスキンダイビング旅行をする。沖縄のケラマが最も多い。ホームプールと同様な水深3メートル前後で透明度があり、波がなく、流れも一定方向でエントリーエキジットが容易で生き物が豊富に見られる。もしもの場合、救助しやすいことも重要である。スキンダイビングでは、救助の一瞬の遅れが、 取り返しのつかない結果をもたらす。場所を決めて、海を熟知することが、安全性を高める。つまり、ホームグランドである。1968年、マシューコ 16mm、シネマフィルムを回すスカジロー1981年、岩手県流船道、水深 73m 鶴町、スカ。1981年、岩手県流船道12、リットルダブルタンク BC を使わず潜水。 ありがとうございます。